どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の7月22日の金曜日ですね。週末でございます。ナッキー1号については、2両編成ということでね、今週ずっと2両編成でしょうかね、そんな感じですね。組み替えは行われておりません。85-109 と85-10ですね。こちらの編成でということですね。ちょっと近鉄の電車がね、かぶってしまいましたが、なんとか、ね、番号を確認することができております。さあ続いて名古屋駅到着後ですね、飛騨3号ですね。飛騨3号をちょっと見ていきたいと思います。今日のですね、飛騨3号と飛騨2号と飛騨5号については、特に組み替えが行われている様子はなかったということでね、前の編成から同じ編成で来ておりますということですね。さあ、そのところで飛騨号については、昨日がですね、7号が8両編成だったということで、今日もね、その前と同じ13号が8両編成ということで、ね、増結となっております。で、南紀号はオール2両ということと、信濃号については8両編成が7編成ですね、ございますね。そのところでございますね。信濃号は増結がかなり多いかなというところでございます。さあ、夏休みに入りましてね、結構名古屋駅でも小さな子供を、ね、連れた、家族の姿がちょっとちらほら見えるようになりましたね。休校とね、どこか出かけるのか、先にちょっと夏休みとかをとるのかね、人それぞれだと思いますけれどもね、そんな形で、今年の夏は、どのような形で、ね、皆さん過ごされるでしょうか。ちょっとね、新型コロナの感染状況もね、増えてきておりますので、ちょっとね、ご注意ください。私もね、ちょっと感じたりとか、ちょっと、ね、手洗いとか、アルコールはやっております。さあ、続いて、飛騨5号です。こちらも特にね、変更はないので、2日前のね、飛騨2号、まず編成が来ております。先ほど飛騨2号についても、2日前の飛騨5号で、確認が取れましたので、共にね、2日前で確認が取れているというような形になっております。サイクルがね、ちょっと変わりましたので、ね、このような形になりましたけど、またね、飛騨2号については1852という形でね、またね、確認のサイクルとかもちょっと変わってくるのかなというところでございますね。はい、84-7 と、またね、こちらで1020の乗車変更車がついておりますね。はい、南紀2号の名古屋駅、これで動画は終了でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、撮れてみようと思いますので、ぜひご視聴ください。それではまた会いましょう。さよなら。